山本翔吾、ストリートウーマンファイター2に日本のチームが出演しましたが、実はその方が僕のダンスの先生です。僕たちもダンスが強みのグループですので、一緒にコラボしてもいいと思います。僕たちもバトルには自信があります。笑映画、犯罪都市ザラウンドアップの日本版主題歌を歌った感想はいかがですか神谷健太、犯罪都市ザラウンドアップ。 はメンバーたちとみんなで見ました。日本でも本当に有名なマドンソクさんの映画に参加できて嬉しかったです。日本だけでなく、海外で何かができること自体がとても光栄なことだと思います。軽ドラマや軽コンテンツに接しているメンバーたちが多いので、韓国とコラボできてよかったです。K-POP と J-POP の魅力の違いは何だと思いますかや K-POP がかっこいいパフォーマンスに特化しているとすれば、J-POP は柔らかくて心に感動を与える音楽が多いと思います。このような J-POP の魅力が他の文化圏にも良い影響を与えると思います。リク、J-POP は耳に残るメロディーが多いです。SNS で有名な楽曲がたくさんあります。吉野北斗、J-POP はアニメの OST、挿入歌、が多いです。 最近、夜遊びの楽曲が韓国でも人気が高いと聞いていますが、ソウルでもこの歌が聞こえました。その音楽もアニメの OST です。人、日本語だけの特徴的な単語がありますが、そういったものが耳に残ると思います。ひらがなとカタカナがあるし、漢字も使うじゃないですか。多様な文字を一度に使うことができて魅力的だと思います。メンバーが16人もいるので、 意見を一つにまとめるのは容易ではないと思います。チームワークはいかがですかお披露します。これからどのようなグループに成長したいですかジン LDH という社名そのものが、Love, Dream, Happiness の略称です。LDH 精神をアジアを超えて全世界に広めたいです。音楽に国境は関係ないじゃないですか。 僕たちだけの音楽を世界に知らせることが目標です。最後に韓国のレイバーズたちに一言お願いします。河村和馬、今も僕たちを応援してくださっているファンの皆様に感謝します。まだ海外で僕たちのことを知らない方が多いと思います。新人の気持ちでウブを忘れず、一生懸命に活動します。たくさん応援してください。ヨナミネルイ。 いつを温かく応援してくださりありがとうございます。ザ・ランページはパフォーマンスが魅力的なグループです。たくさん愛してください。レイバーズ、愛してます。ファンヨンド。